今夜驚愕の重大発表。ソロデビューさせると、本当ガチだから。一体誰が。な、これ行こう、頑張ろう。涙の訳は。実は今日お前らに報告したいことがある。何を改まった。お前らちょっと今日周り見て何か気づくことないか。これメタがいないっす。気づいたね。大島、クソババアがいないのは訳があるんです。それでは違いますから、VTR をご覧ください。どうぞ。今や日本文化の代名詞とも言うべき秋葉原、そこに夢を追いかけ頑張っている一人の少女がいました。大堀めぐみさん、アイドルグループ AKB48 のメンバーです。やっぱりアイドルにはずっとなりたいと思ってましたから、ただこう自分がまさかこうなれると、アイドルになれるとは思ってなかったので、夢みたいですよね。大堀さんはほぼ毎日ここ AKB 劇場での公演に参加しています。国民的アイドルに成長した AKB48、 秋葉原にある AKB 劇場の公演はいつもお客さんでいっぱい、決して手を抜くことはできません。もう眠いです。正式メンバー51人、平均年齢 17.4 歳、一日に3公演もこなす彼女たち、それはまさに体力との勝負です。やっぱ2時間弱踊ってるんで、足腰に負担もくるし。10代のメンバーが涼しい顔をしている中、一向に疲れが取れない大堀さん。なぜなら大堀さんは今月で25歳を迎えるのです。もちろん AKB 最年長。年は感じますよね、だけどそのやっぱアイドルが好きだし、AKB48 が、やっぱ、好きですよね。これは夢に向かって走る最高齢アイドルの奇跡と感動のドキュメンタリーです。ノンフィクション059、25歳大堀めぐみ物語、最高齢アイドルの挑戦。大堀めぐみさんは1983年8月25日東京品川区で産声を上げました。子供の頃から地味でおとなしい性格だったという彼女、芸能界に憧れはあったものの縁のない世界と思っていました。ところが短大を卒業し、何の目標もなくアルバイトに明け暮れていたある日。あれ、なんだろうこれ、 AKB48 オーディション開催。芸能界に憧れはあったが、まさか自分には。でも今の自分を変えられるならと思い履歴書を送りました。すると後日。本当ですか。なんと AKB 事務所から採用の電話が。きっとこれで私は生まれ変われる。大堀さんの胸に希望がみなぎってきました。しかし、採用されたのは AKB 劇場に併設されたカフェの店員。希望は全く叶っていませんでした。こちらが当時の映像。大堀さんの仕事はソフトクリームを作る係、コンビニのアルバイトと全く変わりませんでした。おはようございます。しかし一度は夢見たアイドルへの道、ここで諦めたら昔と何も変わらない。大堀さんは改めて
AKB48 のオーディションを受けました。しかしこの時すでに22歳、アイドルになるには厳しい年齢。さらに5人揃ってのダンスオーディションでは皮肉にも12歳の小野エレナさん、さらに大堀さんと絵と一回りも離れている奥真奈美さん、17歳の大島優子さんと一緒に踊ることに。より年齢が浮き彫りになったのです。しかし結果は見事合格。晴れて22歳のアイドルが誕生しました。そして年下メンバーに混じり必死で頑張る大堀さん、これから私の明るい人生が始まると。そしてこれから選抜メンバーを発表する。前田。はい。 AKB48、 はい、メジャーデビュー曲会いたかったの選抜メンバーの発表、はい、大堀さんは自分が選ばれるのを待っていました。篠田。はい。以上。しかし名前が呼ばれることはなかったのです。続くセカンドシングルでも選抜に漏れ、サードシングルでも再び漏れ、何度も CD はリリースされましたが一度も選抜メンバーに選ばれることはなかったのです。そして公演でも後輩メンバーがセンターでスポットライトを浴びている中、大堀さんの立ち位置は常に3列目の一番左端、そこは最も目立たない通称大堀ゾーンと呼ばれるまでになりました。センターっていうのはやっぱり照明が一番当たるんですよ。だけど上手下手に行くにつれてやっぱり照明が暗くなってくるんですね。だからもう上手下手の一番端なんていうのはもう真っ暗なわけですよ。悔しかったですよね。さらにはこんな出来事も。ある日の握手会、ファンたちはそれぞれ目当てのメンバーに握手をしてもらおうと長い列を作っていました。しかし大堀さんの前にはゼロ。その時でした。君かわいそうだね。俺眉推しなんだけどそっち並んであげようか。初めてファンの前で涙を見せてしまったのです。やっぱりそりゃまゆゆとかエレピョンとかの間に挟まれた時にはさ、もう最悪ですよこれ。何回かありましたよね。やめたいやめたい、なんかやめたいって思った自分がすごい情けなくて、だけどもうそれがどうしようもなく、もう無理だっていう時があって、この年齢がいけないのか、それとも自分がいけないのか、心は折れる寸前でした。それでも決して手を抜かず努力を続けた大堀さん、きっと私のことを見てくれている人はいるはず、その思いだけが心の支えになっていました。そんな大堀さんに神が舞い降りたのです。なんと機械の故障のため滑り台の頂上に取り残されてしまったのです。その角度はアイドル界では誰も経験したことがないほぼ90度。衝撃のトラブルに日本国民全てが大堀さんに注目を集めました。滑り台にしがみつく大堀さんの姿はまさに芸能界にしがみつく姿勢そのもの。そしてフ市長が火山の火口の中からよみがえった瞬間でした。私はやったよ。あの時のあの日の帰りがすごく電車の中で
今までの2年半分が全て、なんだろう、本当にどっか悩みが全部どっか行っちゃったぐらいスカッとしてガラッと変わった気がしましたよね。新たなキャラクターを開花させた大堀さんはその後さまざまな舞台で大活躍。時には大胆な水着でステージを盛り上げ、時にはセクシーに雑誌の単独グラビアを飾り、そしてついにメジャーシングル第8弾「ベイビーベイビーベイビー」で念願の選抜メンバーに選ばれたのです。ずっと負け組だった大堀さんが年を重ねてからの大活躍、まさに不死鳥伝説が始まったのです。しかしそんな大堀さんの芸能人生を左右する運命の日が待ち受けていたのです。8月上旬、大堀さんは事務所に呼び出されました。その部屋にいたのは AKB の生みの親秋元康プロデューサー。そしてこの後衝撃の発言が。その大堀のソロデビューさせようと、ソロデビューさせようと、だこれドッキリですか。ドッキリじゃない。なんと大堀さんのソロデビューが決定。しかし俺いくつなの、今月で25歳です。25か25ってアイドルであんまりない。25歳でのソロデビュー、それはアイドル界の常識を覆す無謀な挑戦なのです。実は戦後の日本芸能界では25歳以上のアイドルは存在したことはありません。日本を代表する伝説のアイドル山口百恵さんも14歳でデビューし21歳で引退。あの松田聖子さんも23歳で芸能活動を休止するなど、これまでどのアイドルも25歳の壁を破ることはできなかったのです。成功者といえば25歳でプロ入りした落合博満さんただ一人。そんな高く険しい25歳という壁は決して簡単なものではないのです。プレッシャーを感じる大堀さんに秋元さんからある提案が。このシングル CD が1万枚売れなかったら AKB 卒業、AKB48 を卒業。秋元さん曰く25歳でのソロデビューは生半可な気持ちでは不可能ということ。成功しなければ卒業、その勇気がないのならこの話はなかったことにした方がいい。これは親心でもあるのです。AKB を誰よりも愛していた大堀さんにとって AKB 卒業は自分自身を失うのと同じこと。かけがえのない仲間たち、温かく見守ってくれたファン、そして何よりも小さい時のアイドルになりたいという夢、その全てを失ってしまうことなのです。運命の選択、大堀さんの答えは。はい、ありがとうございます。頑張ります。私頑張ります。本気で。ソロデビュー、挑戦決定。ありがとうございます。頑張ります。25歳のアイドルがソロデビュー、しかもノルマが1万枚。それは奇跡が起きない限り不可能なこと。しかし大堀さんは最高齢アイドルとして挑戦します。自分の明日のために。さあ、ということで昨日誕生日を迎えたクソババアに来てもらいましょう。びっくりしたよ最初。やっぱ正直不安もすっごいあるんですけど、でも嬉しさもすごくあって、複雑な心境です。そう、複雑よね。これ本当 V 中俺ちょっと泣きそうになった。いやマジで買う、俺あれキュンさん、俺は
毎月親父に10万仕送りしてる分親父を減らして買う親父ごめん、よかったやんけ。他にもスタッフも応援してくれて、野上ディレクターっていうね、大堀のこの VTR を作るために1週間徹夜しまして、本番当日熱を39度出して来てませんけど、39度の熱を出したんですよ、あなたのために1週間使って。で、肝心な今日来れない、来てないんだからお前。さあもう一つ重大発表がありまして、こちらにくす玉があるんやけども、京都くす玉の方、それではいきます。はい、この涙の訳とは一体。大丈夫、これは、いや、もう一つ重大発表がありまして、はいはい、じゃあ京都くす玉の方、それではいきます。はい、改名大堀飯兵衛、はい、実はですね、先ほど秋元さんから連絡がありまして、はい、もし大堀がソロデビューして失敗したら、はい、AKB48 の名前に傷がつくので、ソロデビューは別名でやってくださいとのことです私は大堀めしめです。こっちの方が CD 売れるから、まあ、こういう風にね言ったら AKB 初ソロデビューは決まったわけでございますけども、大島とか一緒やったわけでしょ、はい、でも、もう協力したいです、はい、この男はどうですか、ね、今いくつだったっけお前何を見合ったや今まあ同級生で言うと野呂どうですか。野呂はここまでの幸運をやっぱり手に取れるっていうのは大堀めしべさんしかいないと思うので、あの頑張ってください。え、なんか嫌味があるような、じゃあああいう風に言ってるけど、本当になんか心の中でそう思ってくれてるから、どうしたババ泣き言われる何やのどうしたじゃあいつも、ね、いつもそうだよね、メンバーはね、なるほど、そう思ってくれたみんななんだかんだ言って応援しとるわけや、そう応援してますから、そうね、こだっそう、何がもうディレクターの気をや大丈夫、これはいや本当に頑張ろう、これマジで頑張ろう、なんかもうお別れみたいな最後に大堀めしべさんから一言、はい、視聴者の皆さんに、私が、大堀めしべと言います、そうですね、あの、今までやってきたことを無駄にしないように、とにかく私は頑張らなきゃいけないなと思います、皆さんよろしくお願いします。この後は名古屋 SKE 最新情報。皆さんはじめまして、 SKE48 メンバーの大山さなです。松井ジュリナです、よろしくお願いします。 AKB48 全国展開第1弾、それが名古屋栄発のアイドルユニット SKE48。先日第1期生を選ぶ最新オーディションが開催され、ついに22名のメンバーが決定。その中からこの2人がスタジオに登場。彼女たち実はなんといくつですか。2人は17歳です。17歳、高校2年生高校3年生、高校3年生ね。11歳です。11歳、11歳やっぱ小学生嘘やろ、AKB にはない、なんかちょっとうぶさがまだ残ってますね。なんかね、まだ慣れてない、ちょっといやまあまあまあ慣れてきたよ、みんな。ちなみにこう憧れのメンバーとかおるわけ。2人は峯岸みなみちゃん。あ、おおおい、ああいう風にならないようにね。ちなみに皆さん可愛いなと思いました。おお、潰すぞ。いや、潰すぞ、ライバルやけども、潰すぞとかない、あんまり俺生理的に無理AKB ニュース、汐留ジャンボリーで開催中の AKB48 汐留夏ライブ、今回は0時59分から始まりません。次回は今週金曜日お昼3時から開演。会場では限定グッズとして推しメンクリアファイルを発売、推しピンバッジもついてます。今週の歌は夏の暑さを吹き飛ばす僕の太陽。